Okay, welcome to Let's Play Dragon Quest. まあ、つうかね、ちょっといろいろ報告あるんですけど、まずちょっとレベル上げはやってないです。まあ、前回、ちょっと記憶にないんだけどね。ちょっと前回と、どのくらいレベル上げたかちょっと記憶ないんだけど、まあ、ちょっとね、まあ、レベルはちょっと上げないっていう方針で、ちょっと頑張って、まあ、とある町まで行こうと思っております。まあ、なんでかっていうと、あまりレベル上げすると、緊張感なくなっちゃうんだよね。ちょっとそう、若干その緊張感も味わいたいっていうかさ、まあ、もちろんクリアすることも前提にあるから、まあ、積んだらもう絶対にあれだけど、レベル上げるけどね。で、とりあえず前回、なんだ、まあ、いろいろやった。ああ、そうだ、もうね、まずね、申し訳ないです。これパート1からパート6までもう全、おーおー、危ない危ない危ない。これまずいな、これまずくねえか。ちょっと待ってくれ。おー、危ない危ない危ない。あーら。嘘だろ嘘だろ嘘だろかーってーん、はぁ、あ、その、戻ってきたけどさ。前回言わせるじゃん。前回ってか、なんだ。なんか、パート1から6まで一気に撮ったんですよ。もうまとめて一気に撮ったんだけど、申し訳ないね。ちょっと後で動画見返したんだけどさ。結構ね、なんだろう、まあ、音声聞きにくいなっていうのが。俺の声はちょっと聞きにくいなって思ったんで、まあ、ちょっとごめんなさいって感じで、まあちょっと俺の声はちょっとまあ、なんだろう、まあちょっと BGM 的な感じで、該当というかまあ考えていただければ幸いでございます。なんだろうね、やっぱゲームによってあれなのかな、なんかちょっと音の調節、まあバランス、なんだろう、一応、まあ今までの他のさ、まあスーパーミーのゲームやってんだけどさ、ファイナルファンタジー4とか、まあドラクエ3とかさ、こういうのやってんだけど、まあ一応なんだろう、まあ、いろいろ試行錯誤して、まあある一定のさ、ある一定のその音声でも多分大丈夫なんだなって思ったんだけども、それであってのが意外とね、この中でおっ、先頭のさ、ドゥルルルルルルンってなんかこの音が、音楽がさ、結構思いのほか大きいんでさ、思いのほかこの先、まあ、特に先頭の曲が大きかったんで大丈夫かな、先頭の曲この音楽がすごい大きかったんで、なかなか聞こえないんだな、だから俺の声はもうあれだ、まあ、BGM っていうか、なんかちょっとしたなんかもう、まあ、わけなあかんねえ。まあ、リラックス音声みたいな、まあ、なれたらさ、まあ、なる、まあ、そんななるわけないけど、気持ち悪い声とかね。なるわけがないけど、そうなることを願っております。何を言ってんのわけなあかんねえこと。じゃあ、前回ここに来てあれだ、失敗したんだよね。そうです。多分ね、おそらくね、まあ、言い訳になっちゃう。また言い訳落ちって感じだけどさ。なんだろう。まあ、ちょっと昨日かなり疲れた中でやったんで。まあ、声が結構低めになったってのもあるから、今ちょっとね、やばくね、やばくね、大丈夫かこれ。いけ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 、倒せ、何してくれんの、おら、いけ、よしよしよし、どうぞ、よし、オッケーオッケー。まあ、疲れてる中やったんで、しかもさらに夜やったっていうことで、ね、まあ、ちょっと若干気を使いながらやったんですよね。だからもしかしたら、まあ、まあ、ちょっと後でまあ動画見返してみるけれども、もしかしたらまだ足りないかもしれない。足りないっていうか、ここら辺にあるんじゃね、多分。イエス、一発でにった。You did it! We did it! You did it! あなた、ヘアンスーン。これ、ロトの印ですね。あ、ちょっと手に入れちったな。もう完全順番おかしくなっちゃったけど、どうするこれ。まあいいや、普通に行こう。で、これが第一。まあ、これがちょっと前回やろうとしたこと。このロトの印ってやつがないと、ね、先に進めないんですよ。残念ながら。で、まあ、こう、どうにか脱出しなければならないんだけど、まあ、脱出できるか、簡単できると思うんだけど。で、今はまあ若干お疲れ気味でさ、ちょっとね、さっきね、もう、まあ、今土曜日にやってんだけどさ、まあちょっとね、昼寝しようかと思ったんだけどさ、いや、やっぱりなんか寝るのもったいねえなと思ってよ。やっぱなんつうの、時間はなんかもう、もっと有効活用しようぜって思って、まあちょっとね、まあ生きり立って、ちょっと一体、眉毛がやばいことになったから、それでまあちょっとボーンってまあ一回ね、ちょっと頑張って、まあ、頑張って沿ってからの今ちょっとドラグ始めたんで、これ倒せる、倒してくれよ、やっとこまましたよ。ごめんなさいね。戦闘が、まあ戦闘下手だろうけれども、許してくれよ。そんなもんで人間なんてな、間違いを犯して生きていくのさ。で、これさっきさっき下の橋を渡っていくと、さっきのまあ毒の沼があったところでございます。で、今度俺が行きたいところ上の方なんだよね。で、そこに行くと、まあ、とある町があるから、そこを、ね、ちょっといろいろ探索して、で、そこ終わっ
ったら多分俺もあのオフスクリーンでレベル上げすると思います。多分レベルね18とかそのぐらいまで上げちゃおうかな。20ぐらいが妥当な気もするけど、妥当俺的には。まあ、ちょっとね、一回ね、まあ、これ、ちょっと、まあ、一旦取り終わって、見返すっていうか、まあ、それちょっとね、いい感じにできてるか、ちょっと確認するんで。ちょっとね、まあ、俺は大失態なんですね。さーて、ここは町があります。そして、相手持ったかな、ちゃんと。まあ、いいや、やろう。あったね。行きましょう。Yes! What's just golden in this place? まあ、何をするかっていうと、妖精の笛、これを使いましょう。この素敵な音色のもとで、一体、何が待っているのか。Find out. 眠った早すぎんだよ、メッセージを。俺で倒せよ。うい。お、眠ってる。これで OK。かな起きたぞ。お、おろ、よく、うまくかわした。42? 嘘いけるか。ほほ、ちょっと待て。マジか、強えな、こいつ。え、ちょっと待って。どうする?だってこれだってもう回復してもらったらあれじゃん。あー、いつか8かにかけたいけども、これに。こうするしかない。だって回復しても多分やられるもんだって。相手がガードとかしてくれたら別だけど。眠れよ。よしよしよし。あ、どうしよう。いけるか。回復した方がいいか。回復しようか。とりあえず回復だな。2回攻撃見つかるべ。起きた。あ、じゃあもう一回使おうか。いけるかな。俺こんなにゴールに手こずった記憶があんまりないんだけどな。私のドラケワンヒストリーの中で。どう?眠ってる!よし!よし!あら!おぉ!イエス!倒したか。なんだ、あと一発で倒せたんだな。まあ、そういうもんだよね、意外とね。そんなのがよし、いけますか?まあ、ドラケワン3のちょっとメルキロでもね、無理。ああ、もういっちゃう、まあいいや。まあ、あのね、あれなんですよ。ゴーレムの研究してる人もいるんですよ。で、それが、なんだ。ゴーレム研究して、それ何があったのか知らないけども、そこになんかなんだ、バババババババこの、昔この世界が闇に包まれた時、空から降ってきたその男はロートである。それがツルーである。それが真実であるのはロートは神の子であるに違いない。思ったけどこれ全部訳必要あんのかな。いやちょっとね、いや、まあ、でも結構ドラクエ1においては結構ね、会話は重要なんだけどさ。会話っていうか、選べても会話もいろいろ情報提供してるけど。まあ、頑張りだ。昔私のおじいさんが、いろんな話をしてくれた。その中の一つとして私の友達、雪の符が、とても素晴らしいトレジャーを木の下に埋めた。彼の店の下で。いたその宝は何だったというか、それを調べたいところだが、危ない。ねえ。なるほど。雪の降ってやつか。こいつは、ここにいっぱい死んでる人がいるから、なんかまだ気をつけてくださいみたいな、そういう感じだね。タララララタララ。だ、今度はちゃんと録音できてることになってる。さすがにね、まああれだよ、まあ、一気にトイレダメするとね、まあちょっとね、俺がやってる、なんだろう、昔クロノクロスってゲームやったんだけどさ、あれとちょっと録画方法、まあ違う方法でやってるんで、かなり、ここはまだだな、ちょっとお金足んないよな、足んない。まあ多分2万4000ゴールドぐらい必要だと思う。このね、かなりいい武器、まあ武具売ってるんだけれども、おそらくそんなに必要なのではないかと思っております。タラララララ。私の家族がビジネスを開きました。それで、ハックネスってどこ?ホークネスってのがドムドーラの子なのか?ドムドーラホークネスって名前の英語版で。私のグランドファーザー、雪の符がそこにいました。モンスターに襲われた時にそこにいた。思い出す限りでは、どうやら、彼女逃げたようですけれども、彼は素晴らしいショップを経営してた。ああ、なるほどね。その、まあ、要するに七光とも違うか、親の
でも祖先がなんかちょっと頑張ってくれたから今楽して働かないで楽するまで行けるってそういう話してんの。じゃあその行けるの店はどっかって、それはあの右側の方にあります。あのドムドーラって村があってさ、あの一回入ったと思うんだけれども、まあ荒廃された村が村っていうか町があって、そこの右の方に、まあ、ショップがあって、そこになんか雪の降って人がなんか埋めたっていう感じかな。まあ話をつなげると思うんですけど、ざっと。この町は壁に囲まれてモンスターに襲われた時のことを想定してる。友情が何をすべきか迷ってるね。なんかさ、後ろ側に誰かなんか泳ぎ気がするんだけど、まあ気のせいだな。あの気のせいであろう。リオの爪は、爪を引き、ああ、鉄王も引き裂け、奴の炎は、石をも溶かせてる。あるけど、それでも、戦うと言うのかい？イエス。さすが、お前は、トゥルーヒーローだ。ありがとうよ。ああ、これちょっとあれだな、あのアイテムとかね、アイテム、お金預けるといいんだよね。で、あの、袋がないからさ、なんだろう、結構こういう、こうかなり重要だと思うんだよ。まあ、なんだろう、預けるってことに関しては。どうすっかなぁ。もう、妖精の笛いらないよ、多分。妖精の笛はね、多分ね、おそらくね、あの、普通の敵でも効くはずなんだよ、確か。で、それで、普通の敵にやったら、なんか眠らせる効果があった気がするんだけども、それも試したことないんだよ。あんま、まあ、わからん。実際どうなのかは知らん。なんか、てるてってん。ロートのアーマーはいろんな人に手から手を渡っていたそうだ。どうだ、最近では雪の風の元に渡そうだ。まあそのロートの鎧ってやつがなんかどんどんなんかいろんな人元にまあ渡っていったっていうか、そういうことだろう。そういうもんなのか、そういうもんっていうのかな。なんかロートね、100年前、あ、そこに人がいるわ。こっちだな。まあ、100年前、まあ、雪の風ってなんか、あれな、一族の名前なのかな。どうなんだろう。グランドファーザー、ちょっとなんか時代があれだな。この南のところにいる人を訪ねされ、訪ねてもね、ああ、ちなみに訪ねるとはいいや、めんどくせえから行かないもん。あ、ちなみにあのそこのいる男の人はね、確か、まあ、おっさんがいるんだけど、あのラダトームからなんか北に140違う東に140、南、うーん、まあそんな感じでいいね。ラダトームに向かってな、北に何百歩、東に向かって何百歩、そこに、そこを調べろみたいな感じでね、言ってくれるんで。で、そこ行くと、これ、ロトの印、これが手に入ります。ロトの印を握った。パワーが溢れてくるよ。もう回ったかな？で、お金がないんだよね。お金がないっつうかさ。回ったね。じゃあ、一旦出るか、じゃあ。まあ、結構いい感じの時間やってるべ。で、あのね、おそらく、まあ、次のパートまでに、レベルもっと上げとこうぜ。もうレベル18くらい上げてもいいんじゃないか。あ、てかむしろ、この、まあ、この下におっさんがいいんだけど、そのような武器棒が買えるんで、それ買えるぐらいまでのじゃお金貯めようかなと。まあ、2万4000だからまだ約2万1000くらい。それだってやろうかなと思っております。じゃあね、一旦切りますか、じゃあ。まあ、ちょっと、まあ、音声のちょっと金をちょっと見たいんで。じゃあそんなわけで、何が待ってるのか。ファインダー、ネクスト、セクスウォッチング、ツー、テキグエブ